ゾウは子供の頃から縄跳びを教えられています。まず、彼らは木に縛られ、逃げようとしているゾウの赤ちゃんは、ロープが自分より何倍も強いことに気づきます。そして、すでに大人のゾウとして、ロープがとにかく彼を打ち負かすと考えているので、彼は自分自身を解放しようとさえしません。人間とゾウの力は比類のないものですが、ゾウは依然として人間に従い。 頭を下げて彼に従います。人間社会も同じです。全体のポイントは何です薄くて小さい普通の人を想像してみてください。紐に繋がれた男が像を導きます。なぜ、像はロープが自分を支えていると思っているからです。友達、私たちもそうです。とてつもないロープを除いて、私たちを拘束するものは何もありません。そして、 私はただ言いたいのです。みんな、愚かな像になるのをやめて、人間になりましょう。